今日もね、皆さんと一緒に実は一番こだわりたいのは何かって言ったら、現場検証っていうやつなんです。何か問題が起こってる、困ったことが起こってるっていう時に、具体的に何が起きてるのかっていうことをちゃんともう一回そこに戻ってね、しかも体験をし直すっていうことです。で、このことがすごく大切なんですよ。で、これはね、別に問題解決じゃなくてもそうなんです。目線切り替えマップとこう床に貼ってありますけどね。で、何の制約もなかったらどうしたらいいですかって聞くことは多分皆さんはするんですよ。で、卒業後もするんです。で、なんだけど、そのことがチームフローのコーチングではないんですよ。それはただの目的論なんです。ただの目的論で質問を作ってるだけなんです。で、何の制約もなかったらどうなりたいとかどうしたいって言われても、クライアントさんは答えられないんですよ。なんでかって言ったら、それに対するヒントがないから、素材がないからです。で、クライアントさんに一回自分のヒントを味わってもらいたいってことなんです。でね、後半ね、後半で名古屋で2部制でね、第1部は、卒業生在校生向けに3時間やって、で第2部は、一般の人も交えてですね2時間やったんですけどね、第2部でもスーパービジョンやったんですけどね、クライアントさんがね、こういうクライアントさんだったんですよ。コーチングに、普通に、なんか旅行関係の会社かなんかで OL さんやってるって方だったんですけど、そういう方が、コーチングに出会って、でコーチングをなんかいずれ仕事にするのか、それとも別に今の仕事でも悪くないからそれを続けるのかって、こう二択で悩んでるっていうことだったんです。で、そうした時にですよ、我々はどうやってアプローチするかって言ったら、こうやってアプローチするわけですね。よいしょね、ね、一つはプラン A、 今の仕事を続けていくことね。ね、で、プラン B、新しい仕事で、これも別に悪くないと。でもちょっと退屈だったりとか、限界もある気がする。でも安定はしてると。で、こっちはすごく楽しそうだと。でもどうやったらいいか分かんないと。しかもなんか、自分に本当に向いてるのかどうかも分かんないと。自信があるかといったら自信も、あるようなないような感じだと。で、こんなことをなんかリスクを冒してまで自分の人生でする必要があるのかどうかということを悩んでると、こういう話だったわけです。さあ、これどうやって解くっていうことなんですよ。で、我々の基本的な解き方っていうのは何かって言ったら、プラン A ね、これずっと続けていったら何が起こるんだろうか、プラン B、 これしてみたら何が起こるんだろうかっていうことをしてみて比較をするっていうのが一番ベーシックなアイデアね。で、もう一個はもうこのことにこだわらず、なんでかっていうと、これそこにこだわっちゃうと、これかこれかの選択肢になっちゃう可能性があるから、もし出てくるんだったらそのことにこだわらず、何の制約もなかったらどう行きたいのっていう全然別のプランを出してみて、で本当に自分のキャリアの中とか、なんか人生の中で体験したいこと、価値観みたいなものを、制約のない未来ね。だってこれもまだね、これ新しい仕事イコールコーチングだとしたら、これもまだ制約があるんですよ。たまたま出てきたなんか手段とかアイデアに過ぎないから、コーチングをやるっていうこともね。だからもっとそんなのを超えて制約のない未来っていうのをこう思い描いてみますとね。で、そこに含まれてる価値観みたいなものとかね、それから例えば何が起こったらいいのって言って、そこから生まれてくるビジョンみたいなものっていうのを作りながら、その観点から振り返って、これなのかこれなのか、やっぱり全然違う別のものなのかっていうことを考えてみたりとか、もしくはダイレクトにこれ叶えたくて、これでもこれでもなかったら、もうここに向かう道筋を作っていくっていうことをするのか、それとも今の仕事をしながらどっかでこっち側に向かって離脱していくっていうルートを作るのか、そういうことを考えましょうねって。我々は未来志向だから、でその人が本当に自分の人生の主人公になれるように応援する。で、我々は A か B かの解決屋じゃないんですよ、なんですよね。で、ここやりたいってことなんです。で、だからコーチがね、
何の制約もなかったらどんな人生生きたいんですかとこう聞きたくなるんですよ。わかんないでしょ。だって少なくともここで悩んでるんですよ。で聞いてみて別に損はないけど、でも聞いてもほとんどの場合この答えは出てこないんだって知っといた方がいいわけです。知ってたらだって悩まないもの。うん、知ってたらそこから振り返ってどっちかって考えるわけだから多分知らないんですよ。でヒントはあるんです。ヒントはね、ヒントはあるんだけど多分知らないんです、まだね。だから何の制約もなかったらどうなるって、この気がついてるところにはその答えはないからよく分かりませんって答えになったりとか、まあなんか自由に生きられたらいいのかなとか、なんか海外で暮らせたらいいのかなとか、なんかその雰囲気で答えるしかなくなっちゃうってことなんですよ。でだから目的論っていうのだけでコーチングしようと思ったらすごく苦しいわけで、もちろんね、聞いてみた方がいいですよ。私も聞くから本当どうしたいって、で分かんない、分かんなかったらじゃあそれ一緒に探そうねって言えばいいだけの話だから、聞いてみて全然いいんだけど、聞いてそこで答えを得るんだって発想はちょっとやめといてもらいたいの。なんでかって言ったらそこで答え出なくなっちゃったらどうしようになっちゃうからで、ここからは答え出てこないで、どうするかって言ったらもっと想像のしやすいところっていうのを具体的に想像してみるっていうことをするってことなんですよ。でなんかね、なんで今この話をしてるかっていうと、今日もそういうことを踏まえて練習をしたいし、それからね、もう卒業後に向けてね、卒業した後もこういうことを忘れるとコーチングが途端にうまくいかなくなるから、だから覚えておいてねっていう意味で、まあこれから卒業皆さんがするまでとか、まあした後も皆さんの地元まで押しかけて繰り返し繰り返し言いますが、こういうことをそうですよ、うかうかしてると近所まで行きますよ本当にで何かって言ったらね、例えばじゃあこの人に何の制約もなかったらどうしたらいいですかってコーチが聞いたわけ。そうしたらそれは浮かばないんですって言われるわけですよ。困るじゃない、浮かばないんですって言われたら。で浮かばないんですって言われたらもちろん過去の楽しかったとことかに行ってそれを聞いてみたりしてもいいんだけど、まあ過去に行くにしても未来に行くにしてもやりたいのは同じことで、それさえやれればうまくいくっていうのは何かって言ったら、具体的な場面を何でもいいから用意してみるってことなんですよ。で僕がね、じゃあちょっと僕は変わりましょうねって言ってやったのは何かって言ったら、クライアントさんの、ね、横に行って、でじゃあちょっとね、例えばでいいからこうなったらいいなっていうのを教えてくださいと、例えばでいいですってしつこく言うわけで、なんでかって言うと世の中の人はね、例えばそのビジョンっていうものをなんか聞かれたらとかね、夢っていうのを聞かれたら本当になんか自分が 100% ワクワクするものだし、それからそれを実現したいかと問われたら実現したいですっていうようなものを答えなきゃいけないと潜在的にどっかで思ってるんですよ。だから夢は何ですかって言われた時に、まあ叶ったらいいかもしれないけどめちゃくちゃワクワクするわけでもないし、本当にそれが自分の夢か分かんないっていうものを答えていいんだと思ってる人はいないわけです。でも私の考えからしたらそれでいいんですよ。でなんでかって言うとこういうことができるから。じゃあ例えばなんですか、いや海外住むのに、本当海外どこ行きたいですか、で海外どこそこ行きたいです、あそうなんですね、でもその人がね、いやでもそれは仕事とかっていうから、ただ単純になんか、旅行に行きたい、あそれでもいいんですよって、旅行行くこと話してくださいと、でどこに行きたいの、どんな体験したいので、どんな人と出会って何ができたらいいの、なるべく具体的に聞きますね。でさっきなんかこれはただ旅行に行きたいだけで、なんか将来の夢っていうのとは少し違うんだとおっしゃいましたねと、で今この旅行に行って体験したいこの国でこういう文化、こういう場所に行って、こういう現地の人とこんな話しながら、こんなお酒飲んで、こんな時間楽しむっていうのは、あなたがなんか将来こんな暮らしがしたいっていうのと何が違うんですかとこう聞くわけです。いいですか、一個何か具体的に聞けたらそれとの違いから別のものを掘り下げていくことがいくらでもできるってことなんです。そうしたら、いやもっとこれはただの旅行の話なんで、もっとなんか現地の人とディープに交わってみたりしたいんです。あディープに交わるって例えばどんな話なんですか、あやっぱりなんかその人たちの生活に触れて、場合によってはなんかホームステイ、まあ、ホームステイというかそのうちに暮らしたりしながら一緒に生活して、しかもその人たちの話いっぱい聞きながらできればコーチングみたいのしたいですとこう出てくるわけです。あ OK、 じゃあ例えばどんなところの人と、どんな風にコーチングしたりとか、どんな風に暮らせたらいいですか、あそれが浮かばないんです、あ浮かばないですよね、いいですよなんですよ、浮かばなくていいから例えば教えてくださいっていうところで、こうどこまで食い下がるかなんです。教えてくださいと、えどこですかって、例えばあじゃあ例えばアメリカです、あいいですね、アメリカもいっぱい州あると思いますけどどこですか、なんとか州です、あいいですね、でじゃあなんとか州でどんな人と一緒に時間過ごせたらいいですか、
いやそれが分からないんです、浮かばないんです、あいいんですよなんですよ、いいんですよ。例えばどんな人ですか、大人なんですか、子供なんですか、仕事してるんですか、あの一人暮らしなの、それともなんか奥さんと二人で暮らしてるの、家族で暮らしてるの、どんな人がいいわけって聞くわけです。あじゃあ家族がいいですねって、あいいんですよ家族がいい。じゃあ例えば子供は何歳ぐらいなんですか、お父さんはどんな仕事やってるんですか、お父さんはまあこんなメーカーでこの子、あいいですねって、その人とどんな話するんですか、どんなことが起こるんですか、でそこで例えばを作っていくわけです。で例えば目の前にこんなお父さんがいて、仕事でこんなこと悩んでて、その時に自分はこんな風に話聞いて、こんな風に関わってお父さんがこう変わる、で息子さんとはなんかこんな風に庭で遊んでたりして、なんとかかんとかかんとかでっていうのを作るんですよ。いいですか、作って体験してもらう、これ楽しいですよねと。あそうですね、これかどうか分かんない、あ分かんなくていいんですよってことなんです。聞きたいのはそれをした上で、これが10点満点で何点ですかってことなんです。10点満点でこの未来は何点ですかって聞くと、7点ですとか8点ですとか言うんですよ。あそうなんですねって、なんで7点なんでしょう、なんで8点なんでしょうってやった上で、じゃあこの残りの2点って何なんでしょうかってやると、そこまで素材があるから、ああそうか、もっと例えばその時出てきた答えはもっと何かこのワンショットじゃなくて、何年か経ってまたこの人たちが変わった時にまた会えるみたいな関係性がここにあるとか、あそうだって、そこからどんどん連想が膨らんでいくわけね。あそうだ、それがこう世界中に広がっているとか、世界中にいろんな人がいる、あそうなんですね、そこまでやった上で、あなたの人生で本当に大切なことって何ですかって聞いたら、ああそうかって、私が人生で本当にやりたいのはっていうのがそこからスパッと出てくるわけです。でだから何も難しいことはないんです。これね、食べ放題理論とか、ビュッフェ理論とかって呼んでるんですけど、どんな未来が欲しいかわからないっていうのはね、何が食べたいのかね、今日何が食べたいのかわかんないっていうのと一緒なんです。ビュッフェに行ってくださいってことなんです。ビュッフェに行っていろいろつまみ食いしてくださいと。そうしたら、なんかこれは今日の気持ちからしたら5点、これは6点、これは7点、これは8点で、そこのビュッフェには8点までしかないかもしれないけど、5点、6点、7点、8点と食べてみたら、何が自分にとっていいもので、この8点をさらにどんな味わいにしたりとか、どんな素材を入れたら10点になるのかのヒントが出てくるわけだから。でとにかく体験してもらうことなんです。100点満点を体験しなくてもいいから体験してもらう。でそれをせずに、本当は何の制約もなかったらどうなったらいいんですか、あなたが本当にやりたいことなんですか、やれることやってもいいんですよとか、何でもやれ言っても分かんないんですよ。体験がないから、素材がないから、刺激がないから、きっかけがないから。でそれを我々が徹底して作るんだってことなんです。